はい、せいちなんです。今回はですね、チャタンアメリカンビレッジのクリスマスイルミネーションをね、散歩しながら紹介していきましょうね。で、このクリスマスイルミネーションっていうのが毎年ね、11月の中旬から翌年の3月の中旬までやってて、時間的にはね、18時から24時までっていう風になってます。で、20時過ぎるとね、消えちゃうんでね、そこは気をつけてくださいね。で、今回ね、映してるのが11時半なんですよ。だから全然人もいなくてね、まあ珍しくね、このクリスマスイルミネーションが貸し切り状態だったので、まあいろんなところ映せてるのでね、最後までぜひ楽しんでいってほしいなと思います。それとね、合わせてね、途中途中で、まあ、アメリカンビレッジの開発されてきてるのって、まあ、20年ぐらいかかってるんですけれども、たまたまね、その世代、僕、学生だったんでね、その当時の思い出話とかもね、含めて話していくので、そこもね、ぜひ楽しんでほしいなと思います。で、このクリスマスイルミネーションの、まあ、ポイントを、まあ、見どころなんですけどね、まず一つが、このアメリカンビレッジっていうのは、まあ、全然街みたいになってます。デイジー広いんですよね。で、その中にイルミネーションがいっぱい飾り付けされてるので、まあ、ただね、普通のイルミネーションみたいに、まあ、有料払ってね、見て回るっていうだけじゃなくて、例えば、まあ、この建物とかもそうですけど、昼間はね、洋服屋なんですよ。で、カフェがあったりとか、飲食店があったりとかするので、ご飯食べながらとかね、こういう買い物しながらとかっていう感じで、このイルミネーションの中でね、いろいろ体験できるっていうのがまず一つ目のポイントと、あともう一つっていうのが、南国のイルミネーションっていうことですよね。まあ、ちょっと県外とは違ってね、やっぱガジュマルの木とかね、あとヤシの木にね、飾り付けされてます。だから全然雰囲気が違うんですよね。まあ、そこと、あとはまあ11月の中旬とかってまだまだ暖かいんですよ。12月ぐらいまでね。なので、県外では体験できないようなね、まあ、雰囲気と、あと暖かいクリスマスとか、暖かいイルミネーションね、見ながら楽しめるっていうのがね、ポイントになってますんで、まあ、ぜひね、来た際にはね、チャタンのイルミネーション、こういった体験してほしいなと思います。で、今からね、どんどん奥の方に進んでいくんですけれども、まあ、位置的にはね、さっきやった観覧車のところっていうのが入り口の方になります。で、海沿いね、どんどん奥の方に行くと、まあ、メインの方になっていって、で、そこでもね、もちろん飲食店とか、あとまあ、バーとかね、居酒屋とか、そういったところもありますので、まあ、そこにね、歩いて進んでいきましょうね。ここアメリカンビレッジはね、もともと米軍基地だったんですけれども、そこが返還されて、で、開発が進んでいくんですが、まあ一部ね、埋め立てっていうところもあるんですけれども、で、ここっていうのは、この美浜地区だけじゃなくて、アラハビーチがあるところね、三重っていう沖縄のスーパーがありますけど、そこのハンビータウン店のあたりからの都市計画なんですよね。で、2020年の4月にね、新しい新エリアのデポセントラルっていうところ、ヒルトンリゾートがあるところですね。あそこのところが、出来上がって、全体が完成したっていうような流れになってます。で、この開発がね、まあ、大体20年から25年前ぐらいからね、どんどんスタートして、どん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 盛り上がっていくんですけど、当時ね、たまたま僕がね、学生だったっていうこともあって、やっぱこの盛り上がり方っていうのをよく知ってるんですよね。で、一番最初にね、盛り上がってきたっていうのが、アラハビーチと、昨日サンエーターのね、ハンビータウン店ってところがあるんですけど、あそこで行われてたナイトマーケットですね。これ何かっていうとね、フリーマーケットです。金曜日と土曜日の夜にね、フリーマーケットが行われてて、まあ一時期はね、本当に祭りかっていうぐらい人が出入りました。死に盛り上がってたんですよね。で、ここにまあ若い人たちもそうですし、いろんな人たちが来てたっていうのがあって、で、そこから、一番この動画のね、最初に映ってた観覧車ですよね、ができたということで、まあ、どん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 ね、若者が、まあデートスポットだったり、遊びに行く場所として、どんどんね、チャタンが、注目されていくんですよね。観覧車にね、カップルで乗るとね、別れるよとかっていうね、噂も出たりとか、あと、まあ、美浜のセブンプレックスですね、映画館ですね。ここでね、やっぱ当時タイタニックがね、ヒットしてたっていうこともあって、まあ、若い人だけじゃなくてね、まあ、大人もね、いっぱい来るような街になって、どん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 盛り上がっていきました。で、特にね、当時っていうのはやっぱ遊びに行くって言ったら那覇だったんですよね。映画見に行くのも那覇だったし、まあやっぱね、みんなね、中部の人たちもみんな那覇に行ってたんですけど、やっぱりチャタンがあるさってことでね、チャタンに行くようになってきたんですよね。で、その一つね、大きなね、ブームになったのが、チャタンのストリートライブとかストリートダンスです。
でこれっていうのがあの観覧車のね下の広場でねストリートライブが行われてたんですよ。でそこで一番有名だったのが HY ですよね。まあみんな知ってると思うんですけど、あそこからどんどんもうね全国に出ていったんですけど、まあその当時はね死に盛り上がってました。もう人がデイジバンないってね、ほんとねもう見れないぐらいだったんですけれども、それが人気があった感じです。でそうするとねやっぱりね茶谷に人がデイジ集まってくるじゃないですか。で集まってきて、まあ、HY がやってなくてもね何かしらダンサーの人が踊ってたりとかライブやってたりとかっていう感じで、やっぱりね茶谷に来るとデイジ楽しいっていうのもあって、でおしゃれじゃないですか街並みも。だからどん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 人が集まってきたっていうような感じですね。今でこそね茶谷っていうとまあ観光地で観光客の方々デイジいっぱいいるんですけど、その当時っていうのは、まあ、どちらかっていうとねやっぱ県民の人たちがデイジ多かったです。で、まあ、特徴としてもね、まあ、茶谷ってね駐車場が無料じゃないですか。だから県民の人たちがデイジ来やすいってことでねすごい人気だったんですけれども、そこからこの今ね歩いてるところができてきた、新施設として出てきてきたぐらいから観光客の人たちがどんどん、ね、どんどん来るようになりました。時代的にもね、沖縄がね、注目され始めたっていうところあるんですけれども、まあね、やっぱり、那覇だけじゃなくてね、それまで観光客来てた人たちが、新しいスポットとして、茶谷のね、このアメリカンビレッジに来るようになってきたんですけど、で、プラスね、やっぱり例えば、まあ、最近ではね、もうインスタ映えとかっていうのがあって、ここら辺はね、もうね、インスタ映えスポットが茶谷はいっぱいあるってことでね、どん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 観光客の人たちにも人気になっていったっていうような流れですね。今見えてきてるねこのビルがね、このクリスマスイルミネーションのまあメインのところになりますね。まあここデイジすごいっすよね、ほんとね。まあうちなんちゅの人でもね久しぶりにチャタン来たらねこんな感じになってるわっていう感じでねびっくりする人いっぱいいると思うんですけど、まあ和もそうなんですけどね、まあこのヤシの木にね飾り付けされてたりとか、ビル全体にもね飾り付けされてるっていうことで、これほんとね無料でねここを見れるっていうのがね、まあ、すごいびっくりするぐらい、まあ、すごい飾り付けがされてるところです。でこのビルの中にもね飲食店とか雑貨屋とかねいっぱい入ってるんで、このイルミネーションのこの飾り付けの中でね買い物とか食べたりとかっていうのを体験してほしいなと思うところなんで、ぜひねここは絶対来てほしいなと思います。見るだけじゃなくてねその体験してほしいなと思いますね。ここはこのイルミネーションの中でねいろんな買い物だったりとか、あとまあ飲食ね食べたりとかするのを楽しめるっていうのも一つなんですけど、散歩しながらだったらねぜひ見てほしいな、今の置物ですよね。大きい置物だったりとか特徴的な置物いっぱいあるんですけど、あとサンタさんがね至るところにあるっていうのも一つポイントなんでね、見どころなので、ぜひそれもね探しながら歩くときはねイルミネーション見るっていうよりは置物もね見てほしいなっていうのがね、ここはアメリカンビレッジのクリスマスイルミネーションですね。
今ね建物を通り抜けて外に出てきてるんですけれども、右手にね見える、まあ見えるというかね、まあ夜なんで今見えないんですけれども、右手にあるのがね海になります。まあ昼とかね夕方っていうのはデージ綺麗に見えますし、あとはサンセットですねが特に有名で、あのアメリカンビレッジのね見どころの一つになってるんですけれども、夜はね雰囲気がガラッと変わってね、ライトアップされて結構大人の雰囲気になるので、まあねイルミネーションをね見て回って疲れたらね、ここの飲食店とかで何かテイクアウトしてここで座ってねゆっくり過ごすのもまあおすすめですよ。今ね映してる時間っていうのは夜中なんでね、空いてるお店っていうのはまあ飲み屋さんとかしかないんですけれども、まあ、夕方から夜9時ぐらいまでにかけてはね、あの飲食店とか空いてるのでテイクアウトしてね、ここの広場でね食べたりとか飲んだりとかっていうのができるっていうのと、あとねこのスペースでね、あのストリートライブっていうのをやってます。で、あの観覧車の下の方でやってたのと一緒のような感じで、毎週毎週ねイベントが組まれてやってるので、ぜひねそれもね、あのホームページの方見ていただいて、あの来たらいいなと思います。あとね毎週ね土曜日のね8時からね花火も上がってますので、この時期っていうのはそれもねここで見たらねすごく綺麗に見れるのでね、ぜひねあの実際に来た時にはその時間に合わせて見てほしいなと思いますね。今見えてる建物がねデポセントラルって言って、2020年の4月にできたあの新エリアですね。さっきも話したんですけども、ここの建物がねできたことによってアメリカンビレッジのね開発っていうのが全て完成という形になりました。で、まあやっとね完成したんでね、このイルミネーションもね、まあここから毎年毎年ねどんどんバージョンアップされていくと思います。で、チャタンはね、ウチナーンチュにもすごい人気があります。特に渡世代ですね。というのは、まあ、開発とね、同じ時期をね、どんどん発展していった時期が青春時代だったっていう人たちはね、やっぱりね、一緒にね、なんか、まあ、盛り上がっていったっていうのがあるので、まあ、那覇とかね、沖縄市とかっていうのは、まあ、ちょっと年配の人たちがね、一緒に時代作ったみたいな形でね、すごい思い入れあると思うんですけど、チャタンはね、渡世代とかっていうのもちょっと下の世代っていうのはね、すごい思い入れがあるところで、すごい大好きな人たちが多いんですよね。で、さらにね、あの、僕のね、あの、他の動画でも出してるんですけれども、県外の人たちに向けて、まあ、住みたい街のどこですかっていうのを聞いたときには、やっぱチャタンがね、一番でした。遊びに行きたい街としてもね、まあ、住みたい街としても、で、県内の人にも県外の人にもね、好かれているチャタンっていうのはね、まあ、やっぱすごいですよね。まあ、本当、これからの沖縄のね、まあ、中心のスポットになるなと思ってます。
まあ、今回のようにね、夏だけじゃなくてね、冬のイルミネーション、これはね、まあ、日本でもね、ほんと唯一じゃないかっていうぐらいのね、南国のイルミネーションで、これだけのスケール感でやってるとこ、アメリカンビレッジぐらいしかないと思うんでね、ぜひね、沖縄旅行の次のね、計画にはね、参考にしてほしいなと思ってます。皆さんいかがでしたかね。チャタンのアメリカンビレッジのね、あの2020年のあのクリスマスのイルミネーションだったんですけれども、いやすごいっすね、マジでね。で平日あのやっぱね、まあ、南国のこのイルミネーションもそうですし、街全体がね全部ねイルミネーションになってて、あのこれはねすごいなと思います。まあ、無料でね見れるなんかレベルじゃないなっていう感じでね、あの回ってても思ったんですけど、毎年毎年ねやっぱグレードアップしてますよね。で特にね、あのヒルトン側のところにも新しくねもう施設が建って、これで最後らしいんですけど、これがもう建ってるんで、あのあそこまで全部ねイルミネーション乗ってるっていう、もう本当にね敷地も広いし、で海岸のところもね一個増えてるんですよ。あの多分ね昔から分かる人たちはね、あの分かると思うんですけど、このねテトラポット海岸のあの飲食店がいっぱい並んでるとか、カフェとか並んでるハンバーガー屋とか、あそこのところからすぐ出たとこ、もう一個先までまたできてるんですよ、道がね、スペースが出てるんですけど、それ今までなかったんですよ、うん、これ新しくできてるんですよね。こういうところだったりとかもすごいね、あのどんどん進化していって、まあ去年ね2019年も行った人たちでも楽しめるようになってると思いますし、あとはやっぱねここね、あのまあこの置物、あのサンタとかねソリとかプレゼントとか、まあ、いろんなのありますよね。大きい置物があるじゃないですか。ああいうのって本当にねこっちの、まああのまあ、みんなでね、あのアメリカンデポアイランドとか、あのデポアイランドというかこのアメリカンビレッジっていろんな会社の事業者さんで成り立ってるんですけど、その人たちがねみんな買い付けに行ってるらしいんですよ、この街作るためにね。ヨーロッパまで買い付け行ってね、それで毎年毎年買ってくるっていうような感じで、もう物もすごい大きいし、もう本当にねデイジケア入ってるんですよ街全体ね、すごいですからね本当にね。だからもう本当アメリカンビレッジはね毎年暮らしててすごい楽しいし、あとなんといってもね一日中遊べるじゃないですか。朝とか昼とかもすごいし、あの食べるものもいっぱいあるし、景色もすごい、海のそばで景色もすごいし、もうねあの歩いてるだけでね本当アメリカにいるような感覚で、もう沖縄じゃない日本じゃないみたいな感覚でね遊べる。で夕日がすごいじゃないですか、サンセット、うん、ここに落ちていきますからね、このサンセット死に綺麗だから、これもすごい綺麗で、それで食事もハンバーガーとか食べながら見れる。でクリスマス、これイルミネーションね、わーで最高だなと思います。本当にね一日ずっと遊べますからね、旅行に来るときはもう本当計画これびっちりね全部一日かけてもいいと思いますよ、アメリカも見れちゃったらね。で近くにもいっぱいいろんな飲食店もあるし、遊べるところもあるし、で新しくできたエリアとかはねサイクリングできたりとか、やっぱりね、あのまたそこもいろんなものがあの楽しめるようになってますから、それはねまた別の動画で出そうと思ってるんですけど、ぜひねあのアメリカンビレッジ遊びに来てほしいなと思いますね。でおすすめのね冬の遊び方っていう動画、沖縄でね遊ぶ時の動画って出してるんですけど、まあダイビングとかねもう出してるんですよ。あのやっぱり海がね綺麗になるんで、冬の方が綺麗なんでね、あのダイビングおすすめだよっていうのも出してるんですけど、その中にねこのイルミネーション、あのアメリカンビレッジだけじゃないんですけどね、あの冬の沖縄のあのイルミネーションっていうのはね全然違いますから、南国風っていうね、ぜひそれはね楽しんでほしいなと思います。はい、じゃあ今日はね、今回はね、これで以上となります。最後まで見ていただいてありがとうございました。また違う動画も見てみてくださいね。